はい、どうも。今回は K フィルムズボリューム9ってことで、あれ、もうそんな言ったの？ね、そう、今回は、日本一早くオープンするスキー場イエティが昨日オープンしたみたいなので、イエティね、噂のね、富士山の麓ですよ。そこでスノーボードのイベントをやるって言ってるので、まあみんなで優勝しに行こうかなみたいな。え、大会なの？あれ、言ってなかったっけ？いや、言ってねえから知らねえよ。大好きくん言ったら来ないじゃない。え、ただ滑るだけじゃないの？いや、騙したし、俺は。まあでも今回ジャンプがあるって、ジャンプ、それなんじゃないの？いや、それはホラじゃない。それマジっす、これマジ。大輔くん、ジャンプでミスってくれなきゃダメで、チーム戦だから今日。もう全然言ってること違うし。チーム戦とかなんとかって、ただ普通に滑るだけみたいな。いや、いきますか。レッツゴー。マジで、イエーイ、ユーマ久しぶり、イエー、集まってるね。北海道以来の久しぶりだね。2回目の出演になります。ヤーマンです。ヤーマン、今日も見せつけてくれんでしょ。やるよ。あれ、髪型がじゃーん、あ、いいえ、相変わらず。イエーイ、テーフィルムズ。じゃあ、続いての対戦がちっちゃーん。からなんか予選が始まるみたいなので、コースを説明したいと思います。はい、まずドロップインしてからの、ドロップインしてからのフラットボックス、で、ここからです。え、からからの、はい、ズームしてズームして、はい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 、ここね、ここね、ここがキンクボックスです、はいはい、これが噂のキンクね、はい、イエー、ヒロくん、緊張するね。イエーイ、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 イエはい、ということでね、なんか予選は軽々なんか抜けちゃったっぽいですよ。決勝トーナメントが始まるんだけど、くじ引いたら1回戦目から誰誰誰なの言って。関勲。頑張りましょう。頑張って。俺はミックスで負けたから。リベンジリベンジするわ。有名人対戦だ。わーいわーい、イエーイ。さあ、ピアコ関勲。イエーイ。
公平も実にうまいね。おーっと、来ましたけど、あの辺の5人かな。こっち向いた。関西もう昨日のオープニングイベント、そして今日のジャッジ、そしてこの決勝から歌わせる人は須藤公平対関西、勝ったのは関西。負けちゃいましたね、後編10万飛んじゃったね。いや、そういうことっすよね。プレッシャーに押しつぶされたね、イサオが俺の代わりにチーム K フィルムズで俺の分まで勝ってくれるって言ってたから、イサオを応援しようぜ。ここの戦い熱くない？ちょっと阿部ちゃん VS 阿部ゆうま。さあ、先攻は阿部ゆうま。本当にさばき度合い注目、プレスからのスピード、阿部ちゃんがこれを見てちょっとだけ意外たくなってます。さあ、阿部ちゃん体ビューティー。さあ、阿部ちゃん気合い入ってスイッチからドライブさせてみる。イエーイ、最後にワンエンジンドライブさせて関沢対中山優也。関沢イエーイ、打ちながらもイエーイ、攻めてくるでしょうね。そして彼の攻め方いっぱいありますからね。勝者は関沢。で、女子の結果は表彰式で行いますんで、楽しみにしておいてください。やばいね、さすがです。絶対ぶっ殺す。食べちゃん俺はもう気が楽になったから、食べちゃん俺は勝ちに行くよ。おっと、ここが関に顔を与える。さあ、関に食べ、2タップ入れてからドライブ、このワンエイティドライブさせて。さあ、見えるんだ、見てくれ、これを見て、これを見て、どこだろ、こうやってよ、ジャオ君、ジャオ君、羽羽さあ、OK かや、行きましょう、ここ、関西。イエーイ、イエーイ。さあ、伊藤はオープンワンからのドライブ。どっちだと思う？公平に見て、阿部ちゃん。でも分かんない。いや、阿部ちゃんは俺は伊佐の方が行ったんじゃないかなと思う。それ負けたからあれもある。男子優勝は亀田隆一、おめでとうございます。初優勝。はい、ということでね、はい、イエティどうだった？いや、どうもこうもないわ。まあね、結果的にジャンプがなかったっていうことでね。もう信じてたよ、俺は。やっと来るまで、いや、スキー場入っても信じてた。ジャムセッションって言ってても、あ、ジャンプあるんですよ、みたいな。いや、もうね、インビの名前にめっちゃ有名どころのジバーで村上大輔って入ってた。まあでも、公平はいい動きしてたね。いや、でも、伊佐と当たった時はもうちょっとだらしなかったね。だらしなかった。まあでも面白かったね。いや、面白かった。細いゲレンデでみんなもうぐっちゃぐちゃになってね。魚の糞か中ぐらいにくっついてね、滑ってたからね。まあ金魚の糞のことね。うん、ありがとうイエティ。イエティありがとう。フリーラン、イエーイ、お疲れいっす。お疲れい、カツカレイ、ご苦労さん。